何ですか、私だけ呼び出したりして。ライフセとは一緒に見張りをするって言い出したけど、無理に休ませました。連戦の疲れがあるはずですからね。助かったわ。あの子弱音を言わなすぎるから。名付け親に似たんですよ。似てないわよ。あの子の頑張りは希望だもの。希望。いい風ね。はい、厳しくて悲しいけれど、やっぱり世界は綺麗です。果てしない海も、南国の島も、氷の大地も、火を吹く山も。そうね。そしてそこには人間が生きてる。これがラフィーが旅を従ってた世界なのね。あの子が海の向こうに何を見てたのか、やっと分かったわ。エレノア、一つだけあんたに頼みたいの。私に何かあったらライフセットをお願い。どうしたんですか、突然。クーマとカノヌシの力は本質的に同じものだから、理論上は可能なはず。ううん、断りじゃない。私の中の憎しみとは別の心がこうしたいって言ってるのよ。世界に希望を残したいって。あなた、まさか。ちょっとした弱音よ。万が一の時は頼むってこと。わかりました。ライフセットは私が責任を持って守ります。弱音につけ込みたいところですが、そうもいきません。死ぬまであなたの命令に従うのが私の誓約ですから。そういえばそうだったわね。あんたを任しといてよかったわ。鎮静化は解除されたようね。ガーマの被害と引き換えにの？それも予定通りよ。世話になったわね。したいことをやっただけさ。礼なんかいるかよ。行くぞ。同志と決着をつける。鎮静化の影響は弱まったが、その分町はざわついてる感じがするな。清涼の対魔師が激減し、ゴーマへの対処が追いつかなくなっているのかもしれん。泣いてるの？現実をかみしめているだけです。借り物の断りではない。自分の情で動くことの怖さ、辛さ、そして責任を。今が私の本当の新しい出発点なんです。この過酷な現実をかみしめて前に進まないと。面倒なやつね。けど嫌いじゃないわ。はい、泣き虫じゃありませんから。そのようね。だが何でも背負い込むなよ。分かっています。私にできることをするだけです。そんなこと言いつつ、限界を超えても頑張っちまうのがお前だろ。ギリギリまで頑張ってどうにもならないときは人を頼ってもいいんだからな。ろくろ、ありがとうございます。ま、俺は人じゃないけどな。わかっていますよ。ゴーマから守ってくれるって言うから、あんたたちを信じて厳しい規律にも耐えてきたんだ。なのにどういうことだよ。精霊を操れないからゴーマを倒せないって。精霊術が使えなくなった理由は我々にもよくわからないのです。ですが、たとえ精霊術が使えなくとも、最後まで自分は皆さんを守るために戦います。
どうか落ち着いてください。あんたたちの言うことなんかもうまともに相手してらんないよ。何ジロジロ見てんだよ、そこの目つきの悪いあんた。ちょっとこっち来いよ。遠慮しておく。がたいいいくせに逃げてんじゃねえよ。やめてください。皆さんの不安も苛立ちもわかります。ですが今は人間の世界の混乱やゴーマに立ち向かうために。あんたそれでも不満があるなら卑骨のある対魔師だな。ああ、いる。カノヌシは空の上だよ。空に何かある。おお、カノヌシがいるはいいが、ちょっと高すぎるぞ。あの高さではグリフォンでも無理そうですね。わしの式神は一人乗りじゃしな。おそらく悩む必要はないだろう。え？ほっほー、転送術とは手回しがいいの。カノヌシが完全覚醒するには私とライフセットがいる。決戦は向こうも望むところってことよ。こっちだって望むところだよ。などとノリで飛び込むでないわ、そこつもの。ちゃんと調べんか。ごめんなさい。おお、ここに来て初めてマギルーが正論を言ったな。不吉ね。念のためあたりを調べてみましょう。のほほー、決戦前に頼もしい仲間をディスるとは血も涙もない奴らじゃわ。どうやら大魔師はいないようね。でもかなりの精霊がいます。カノヌシと直接契約した精霊、陪審たちだ。気をつけろ、奴の力を分け与えられているはずだ。厄介そうね。そうでもないさ、全部切り倒すだけのことだ。この先に待つのは聖主カノヌシとアルトリウス様。とても奇妙な感じがします。世界を敵に回して神様を切りに行こうなんて、まあまともじゃねえよな。それもそうなのですが、一番驚いているのは自分の中にこんな劇場があったことです。そうね、あんたはこの中でも飛び抜けて頑固で意志が強いと思うわよ。褒め言葉として聞いておきます。
そうでもなければライフセットと契約することなどできなかっただろうな。僕がこうやって広い世界で旅ができるのはエレノアのおかげだよ。ありがとう。お礼を言いたいのは私も同じですよ。まったくボーは、このひねくれどもの中によってよくぞここまで素直に育ったな。僕もそう思う。自分を褒めてもいいかなって。言うようになったじゃないか。ベルベットが名前をくれて、エレノアが器になってくれた。アイゼンとロクローが生き方を教えてくれて、マギルーはいっぱい驚かせて笑わせてくれた。だから僕は今ここにいる。それが嬉しいんだ。僕は何かないんですか？グリモ先生には古代語を教えてもらって、ビエンフーには特にないかな。ビエン、ソーバッド。嘘だよ。ビエンフーにはめげないことを教えてもらったと思う。ライフィセット、ソーグッドです。さてさて、こっちの盛り上がりに合わせて敵の殺気もぐんと高まってきたようじゃぞ。この先は何があるかわからない。気を抜かずに行くわよ。うん。手間をかけさせないで。レッツゴー。サンガジャスイッチ。呪い。セイ。エゴカリン。コーカリン。クライン。クライン。コーカリン。ジムダコナ。聖気炎連客。呪い。ジムジカ。ハゼよ。シソ。相手宣言。クラスター、殲滅しろ。ブリッドステップ、そこ。スイジャト、そこだ。クライプリジェットフォト、火だらけだ。燃えろ、死亡が殺す。こっちだらけよ。クラスター、ミラージュ、私に任せてください。セイドブラック、ヘイ、演技スリー、焦燥砲撃、借地滅戦、貫け力壁、冷凍空戦。なんてこと。ロクロー水産、水波喝殺、捕らえられまい。ブレイジクスフォージク、好きにさせん。かけディスペルキュア。なんと、なんてこと。せい、ケメマ、生きれるか。ふん、好きにさせん、生きれるか。ふん、好きにさせん、しだれ星。せい、超神、しだれ星。せい、風神拳。祝福宝珠よ。ふん、好きにさせん、見切れるか。万能愛し、祝福宝珠よ。好きにさせん、見切れるか。なあな、かけ守れ、黒飛び、ディスベルキュア。せい、昇進、鎧の牛、山田の鎧、鎧、スイカ、そうと、せい、そこよ、そこだ。食らい尽くす、そこだ。打線章、つむじ月下。万能愛し、祝福宝珠よ。効果で影すばる、鎧、とどめ、隙だらけよ。ゼロインパクト、燃えられまい。攻撃撃撃撃ヒット、この距離なら外しません。ゼロの方、吐く。切り札を出させたことは褒めてや。さあ、足焼きの時間じゃぞ。つむじか、打線勝、我に対抗しよ。強ライが合戦、効果的、そこや。呪い、効果的、影座る。しまった、カリナ、集いて癒せ。烈光陣、効果陣、せい、そこよ。カリナ、集いて癒せ。ロクロー、ロクロー、烈光、来い、銀河王鵬、次は誰です。せい、せい、昇進、天に轟け。外れボサボサはいじゃろ。せい、宿掛け、ブレイジングマイン、つむじごま、銀河王鵬、烈光、まだくたびれた。そっく、フォーガチュン、そこだ。くらい尽くす、呪い、喝采流線、効果で影すばる、縁が潮流脚、空砲絶衝撃、せい、とどめ、隙だらけよ。ゼロインパクト、効果で影すばる、そこだ。くらい尽くす、キャプローカ、せい、そこよ。ダレイライガー、ゼロインパクト、とどめ、隙だらけよ。ゼロインパクト、この槍で道を切り開きます。何、壁も壊し放題か。壁はまずいでしょ。2、3個くらいしか無理か。壊しませんよ、
壁は。準備はできたるぞ。クーハジェフェンス攻撃出せんぞ。そこだ。クライツズ爆笑ゲーム。ゼリア、とどめ、ブレイクブースト。その程度でせん、そこよ、つむじ結果。ゼリア、ホーガチュウ、そこだ。クライツクス呪い、効果陣、とどめ、ブレイクブースト。効果陣、過激化最高性を強い。レンガ潮流客、そこだ。クライツクス呪い。やれやれね。準備はできたぞ。効果陣かげつばる。超高砲撃。円が潮流になる。そこだ。くらえて。円に備えて。かげつばる。そこだ。ずら抜け。容赦しない。一撃じゃ生ぬるい。絶版滅衝撃。効果陣かげつばる。円月陣つむじ結果。そこだ。くらえつくす。邪魔よ。効果陣かげつばる。効果陣かげつばる。じゃプロ。邪魔するなら始末する。使い方間違えないようにしないと。十分警戒して臨まなくては。あっ、そのだけ。あっ、ジグラッカー、ガンザメライチ、レッドガチュー、思想宣言、レッド天に届け、クライドガチュー、回しまくれ、ゼリアブソーダ、エンガ召喚術、回しまくれ、クーは絶衝撃。次、ジャクーロッカ、そこで、キリパス、烈光陣、起点しまくれ、ホーガチュー、思想宣言、つむじ結果、ヤイガゴンザメッサイジン、思想天元、つむじゴン、ヨガルガガスイ、ハブレクルトビ、レイジン、
バフン。光よ、集いてジェネラルソーダ。まわしはクラッシュ光星よ、はいや守れ黒飛び、レイジガンド魔王炎撃波キテルショック、効果でダンダンレッドそこだ、クナイスクタル打点ショー弾いておるのか、そこだけブリッカン、はいやまわしはクラッシュライダーブラッドメン、つやー発掘じゃん、なっかれ星はいやセイドブライダー、はいやそこで特急成功、ガーディン様成功、ナッタル星ナッタル星逃しちゃって、ドブリザード三つ葉の魂、ルナちゃん、ルナちゃん、はやー回しまくる、カイユまたたく、はやー回し、なんじゃもう、はやーセラブソーバー、ハイガラスコーン、ナッタル星シャッター邪魔よ、変装表示、はやー回しまくる、はやー明るく止まるのか、ねえじゃとーダークレコファーム、なっかれ星、なっかれ星、ねえじゃとー、回成功、回しやつやーカッツじゃん、ねえ回成功、はやいずれボスボスもいるじゃろ、ブレイジングマイン、なっかれ星、はいやー回しまくる、ミクラの魂ブラッドメン、ファーストエイド、ナッタル星呪いパス、そこをどけ、はいやー回しまくる、ミクラの魂草原客、天気の天気震えよ、ハイパーの結果危険レイデス、ダテンショー、そこだな、暗い演劇、ブレイドゴーカル、いろんなものが出てくるね、うむ、インタラスティングのワンダーランドじゃ、俺あ、逃げないから、つぶれちゃう、そうそう、攻撃、いずれ弾いて、効果で影づらい、効き取れちゃう、飛び交ってしまうのか、砲がしまった、ブレイズスマホで砲が中、ブラッドメン、レッドスマホで熱傷みたい、天に届けた、早く、まだしまくる、影づらいよ、レイジンガンダ、攻撃客、効果で攻撃で、まわしまくる、誰に開花せよ、チュン、はいやー回しまくる、そこよ容赦しない、消えない傷を刻んで果てろ、リーザルペイン、その程度で、はいやー回しまくる、なっかれ星、ジェネラルソーバー、効果で、その程度で、その程度で、シャップローカー、はいやー回しまくる、遅延連結、僕が守る、ジャッ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 ジなんじゃ、もう終わり。
足焼きな時間じゃぜ。砲火手レンガ昇竜脚前に開口戦空波絶頂衝撃射線戦そこだ暗い絶頂呪い絶やそこだ暗い絶頂そこだけ呪い絶や空波絶頂そこだ暗い絶頂誰がいた絶やそこだ暗い絶頂呪い合体流線そこよジャレイライダーせいやせいとどめブレイクブースト片付いたみたいね。行くわよ。僕も戦う。せん、そこよ。呪い。せん、出せん。効果で影すばる。つむじ月間。空の絶衝撃。そこよ。シャプーローカ。ちょっと灼熱震えよ。マイヤー。肩をつけるぞ。つむじ月間。火だらけだ。燃えろ。ほら、兵器の後ろ凍結しよう。リジットフォトン。クラウド。これがシリアの味か。しくじったか。ロクロー。水産せい、ケメマキ生きないか捕らえられまい来いベルト待ちくたびれた砲火中じゃあここだ暗い守れ黒飛びそこよ呪いせいやとどめ隙だらけよゼロインと後で効果の影すばる呪いせいやボイバーグンフッ砲火中我に挑戦せよ効果陣効果陣効果陣影座る我に解放せよ呪い空砲絶衝撃これで終わりよ。あっけなかったですね。僕も戦う砲火中天使の火力我に解放せよ影座るそこだ喰らい尽くすそこよジャックローカーせいやとどめスカーレットへ効果陣演劇陣はぁせいそこよ呪いここだ喰らい尽くすそこよ呪い容赦しない消えない傷を刻んで果てろリーサルペインせいそこよ呪いそこだ喰らい尽くすペイジンガンド影すばるま、こんなもんじゃろう。一気に片付ける打線勝敗者の絶勝乱れよ
見切った。もっとアクアスプリッター効果でそこよ。呪い、チャージ、そこよ。呪い、効果でカズガル、ブラッタリー、天が昇竜脚、ブラッタリー、貫け力壁、効果中、天が昇竜脚、参ります。奥義スパイラルヘル、まず効果でカゲスバル、ライブで決戦、ブラッタワーリー、せっ、そこよ。爆笑ヘルム、そこだ、クワイムズバル、そこよ。とどめ、ラファティーレイブ、ブロイ、効果でカゲスバル。ま、こんなもんじゃろはできてるぞ。着地目線、そこよ。呪い、アクアスプリット、ダークネスファリマシー、魔王へ、アクアスプリット、強いぞ。その程度だ。もっとそこよ。ライガゴー、ライガゴー、回しまくる。インサブステーション、そこに届く。ライガー、回しまくる。ライガゴー、飛び出せ探訪心、ナッカレマシー、アクアスプリット、ツヤーハッツヤー、ブレイジングマイン、アクアスプリット、ハナー飛び立つ、エンガ昇竜脚、ブレイジングワール、ショートブレイジング、サンガジャスト、ディフューズマイン、ナッカレマシー、行きます。ジャンベイ脚、トップレイジングマイン、決着ですね。僕も戦う。熱攻撃、ムジバー、そこよ。呪い、足元、ゼン、ガンザン滅災陣、呪い、効果陣、ゼン、そこよ。呪い、空母絶衝撃、チアっぽく戻れ、弾け合うのか、効果陣、カゲスバル、焦燥砲撃、いずれ弾け合う、戦争中、ゼン、そこよ。天に届け、ゼン、そこよ。そこだ、くらぬけ力変、そこよ。呪い、ゼンや、ゼン、とどめ、隙だらけよ。ゼロイン、最高性は空母絶頂、そこよ。呪い、効果陣、天に轟け、そこ、呪い、はぁ、炎月輪、放射中、呪い、ゼイヤ、そこだ、食らい尽くす、雷が合戦、やりました。勝利の決め手は、
行くわよ。サンガジャック、フォーガチュウ、呪い、チェッチョコヤ、呪い、クーハーズ、ラケリカゲスバル、呪い、こうきちまった。カゲドリュウ、シャレシメリン、チョコヤ、呪い、レイジン、チコア、クーハーズ、衝撃、ガンザギャンライデン、呪い、赤く染まるサンガジャック、カゲスバル、スムジ月下、ライがゴーって天に届け。高画中レンガ昇竜脚せいそこや呪いしまったハートくなんじゃと効果で影すばる呪いせいさつむじごせいそこや呪いせいやそこだ食らい尽くす影ドリュー呪いとどめバランススライドせいそこや呪い効果人効果陣影すばるジャレイライダー参ります。奥義スパイラルヘルス。この槍を阻むことはできません。さて仕留めましょう。焦燥炎せいそこや呪いせいやそこだ食らい尽くせ。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン次せいそこや呪い影ドリュー烈光剣影すばる貫け力夢変化せいや放火中縁が昇竜脚そこだ食らい尽くせ。そこや呪い効果陣効果陣とどめラッシュストライク邪魔よ。しまったライガゴー完全滅退陣そこだ食らいつかれ呪いせいやせいとどめラッシュストライク決着ですね。逃げないから効果陣そこや呪いせいやそこだ食らい尽くせ。天に届け陣ジャレライガそこだ食らい尽くせ。打点賞呪い喝采流線逃しはしない。インフェルノブルー効果陣影すばるこの程度で炎月輪ブレイジングレイジングそこよそこだ食らい尽くせ。爆笑ゲームせいやコーラ絶衝撃やれやれね。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペインせいそこよしまった烈光瓶そこよつむじ月下影ドリュー放火中縁が昇竜脚そこだ食らい尽くせ。爆笑ゲームせいやとどめバランススライドそこだ食らい尽くせ。不行にそこよ爆笑ゲームとどめバランス手に届けそこだ食らい尽くせ。ガンザンメス大臣呪い我に開口せよ。フォーガチュー縁が昇竜脚とどめバランススライド烈光陣そこや呪い効果陣かけしまった冷蔵空戦フォーガチュー呪いせいそこや呪いせい打線賞そこだ食らい尽くせ。そこをどけせい打線賞呪い天に届けせいやまだまだ修行が足りませんか。さて仕留めましょう。効果陣影すばる爆笑ゲーム
呪い砲火中そこだ喰らえたぞ残存メッサージ猛烈攻撃かげつまるセイントバブル逃しはしない残存取り込むまだいるサンダジャンプそこよ効果でかげつまる次爆笑参ります奥義スパイラルヘル効果でかげつまるつむじ結果つむじ効果着地面全員でそこよ守れ効果で効果効果中呪い全員だそこだ全員に届け容赦も情けしかし空にこんなものが出るとはな。カノヌシは大地を器にしてたんじゃないのかよ。まあなんとかと神様は高いところが好きと相場が決まっておるからの。なんとかって鳥か。お主のようなもののことじゃよ。鳥か。鳥は飛ばなきゃならないんだ。ラフィーはそう言ってた。きっとあれがアルトリウスの望んだ答え。でも私は いやーそれにしても高いな。しかも丸い。俺たちの世界って丸かったんだな。今頃気づくな。海の水平線も同じように丸かっただろう。うん。だから水平線の向こうから近づいてくる船は尾の上の方から見えてくるんだよ。お前たちこんな絶景を前にして冷静すぎだろ。お前は敵の本拠ではしゃぎすぎだ。うん、もうここを構成している力は。なるほど、やはり思った通りじゃな。何がよ。いや、この聖殿の正体が分かったんじゃよ。ここはカノヌシが地脈に循環させておった力を凝縮し結晶化させたもの。わかりやすく言えば聖主カノヌシの体そのものなんじゃよ。つまり私たちはカノヌシのお腹の中に飛び込んだってことですか。分かってたならなぜそうと。迂闊に飛び込むなと忠告したじゃろ。敵の本拠ではしゃぐでないわい。ですね。冷静に考えればこの状況は地脈と大して変わりません。ええ、どの道カノヌシを倒すにはここに入り込むしか方法はなかった。どんなに巨大で強い力を持っていても心臓を潰せば殺せるはずだから。確かにの。じゃが心臓とはこれほどの力を操る聖主カノヌシの本体と同志アルトリウス、潰されるのはこっちやもしれんぞ。今更ですね、マギルー。敵の本拠でビビるんじゃないわよ。油断せずに行きます。効果で打線長呪い全員に届けた。くらえつく全員に届けた。呪い効きます。効果で逃しはしない。インフェルノブルー効果で影つまる。そこだくらえつくす残存滅災陣邪魔よ。効果で影つまる描く早急呪い全員逃しはしない。インフェルノブルー話にならないわね。
影すばる絶対逆風廊下連なれ真空風波で攻撃断山滅大陣そこだ喰らい尽くすそこだちょろい火災流線とどめバランススライドそこだ喰らい尽くす影ドリュー爆笑剣舞が合成容赦しない一撃じゃ生ぬるい絶破滅衝撃邪魔よ逃げられると思った準備はいいわねクーバー全衝撃ガンザンベスパイチンクソセルアブソーバー効果でそこよノロイクリアそこだクライトイクリアノロイクそこだオーカリンとどめラッシュスパイチを受けよ絶好陣ノロイ火災流線そこだクライトイクリアノロイフラッサーそこノロイクリアそこよ爆笑槍とか長くて恐ろしいな。準備はできてるぞ突撃を行くぞセルアブソーバートルネードファイヤーアクアスプリットいずれ僕も聞こえるだろうブレイジングファイヤー支援冷却効果で回しまくるガンザンメッサイジンガルバシー呪い地層を制限アクアスプリットガンザンメッサイジンそこだセーラ抜け次呪いクリアそこだ食らい尽くすそこよ呪い邪魔よ影ドリューサンダジャスイそこよ呪いクリア烈光陣とどめサーフェイスムーン効果で影すばるそこだ食らい尽くすそこよ呪いクリアとどめサーフェイスムーン邪魔するなら始末するyou
油断するでないぞ。せっそこよ、すごい、すげえ、そこよ、バックしちまった。せっ、打点勝、そこだ、くらえ、くらえ、呪い、とどめ、ラストストライク、効果点かげすばる、ブレイズしまった。余裕じゃな、ブレ、スペルアブソーバー、せっ、そこよ、すごい、そこをどけ、そこだ、くらえ、くらえ、呪い、せいや、とどめ、セイントバ、邪魔するなら始末する。手間をかけさせないで、そこだ、そこよ、呪い、そこだ、くらえ尽くす、とどめ、サーフェイスムーン、容赦しない、消えない傷を刻んで吐けろ、リーサルペイン、せん、そこよ、呪い、フォーガチュン、呪い、スイジャト、そこよ、縁が超量客、そこだ、食らい尽くす、爆笑ゲーム、スイヤ、空砲絶衝撃、そこよ、せん、そこよ、せん、そこよ、そこだ、食らい尽くす、ダレイライダー、とどめ、サーフェイスマル、スイヤ、縁月リン、暗いジングル、ガンザン滅災人、呪い、とどめ、ダーフェイスムーン、エセステンニコネコーディン、タブレクロトン、そこよ、レジンガンド、貫け両陣、ダテンション、そこだ、暗いジングル、ガンザン滅災人、空砲絶衝撃、そこよ、つむじ月下、効果陣、とどめ、バランススライド、そこだ、暗い尽くす、ダテンション、呪い、とどめ、バランススライド、ジャンプセイヤー、効果で影すばる、そうそう、呪い、奉行に来る、参ります、奥義、スパイラルヘル、この槍を阻むことはできません。油断するでないぞ。かけるそこよ、呪い、貫け両刃、烈光陣、そこよ、爆笑ゲーム、そこだ、食らい尽くす、呪い、とどめ、バランスグライド、我に開口せよ、効果陣かげしまった、効果陣かげすばる、そこだ、食らい尽くす、ガンガンメイド陣、つむじ月下、効果陣とどめ、バランススライド、そこだ、くらえ尽くす、かげすばる、炎月に呪い、とどめ、貫け両刃、冷凍空戦、フォーガチュン、炎が超流貫け両刃、そこだ、くらえ尽くす、冷凍空戦、打点勝、つむじ月下、レクソ、聖岩山滅災陣、呪い、そこよ、呪い、とどめ、バランススライド、その剣、
マギル、そういえばまだあんたから100ガルドもらってなかったわね。はて、何の100ガルドじゃったかの。とぼけなくていいから、あの100ガルド払ってよね。冷めた冷めたわ、100年のコーヒーも冷めるわ。命をかけてお主の復讐に付き合おうというわしにこの後に及んで100ガルドとな。もういい、帰らせてもらう。そう、じゃあここでお別れね。引き止めんか。そこはカヌ主打倒にはわしのトラブルメーカーぶりは不可欠じゃろうに。わしも鬼ではないんじゃ、条件次第ではこの気持ちを覆すのもやぶさかではないぞ。丸飲みされる方に100ガルド。あ？あんたがカヌ主に丸飲みされる方に100ガルドかけたのよ。あんたが勝ったら私への借金はチャラ。文句ないでしょ。大ありじゃよ。元より払う必要もないはした金をちらつかせ、一見冷たい言葉からの優しさからの、情に熱い魔女を酷使してカヌ主どもを倒そうというお主の腹積もりに気づかぬわしじゃと思うたか。マギル、あんた100億万ガルドじゃ。お主が生きて帰る方に100億万ガルド。締め切りまであと3、2、1、0。賭け成立じゃの。というわけで帰るのはやめじゃ。無理くりにでもカヌ主とアルトリースを倒し、お主を生還させねばならんでの。相変わらず勝手なやつね。いやいやいや、そこはありがとう心の友マギルーじゃろうに。はいはい、ありがとう心の友マギル。でも私は自分の信じる通りに生きる。まったく、お主の方がよっぽど勝手じゃわ。孫者三遊因果応報の大魔法使いマギル姉さんに恥をかかせよってからに。ま、どうでもいいがの。私たちは勝てるでしょうか。肩の力を抜けよ。なんて言っても無駄だよな。でもそんなガチガチじゃ勝てる戦いにも勝てんぞ。どうしたらあなたのようになれますか。あ、ゴーマになる以外で。そこは冷静じゃないか。そういう時は戦いの後のことを考えるのさ。晩飯のおかずとか次に読む本とか何だっていい。なら聞かせてください。六郎はこの戦いが終わったらどうするつもりですか。しぐれ様を倒した今、アルトリウス様とカノヌシを倒せばあなた以上の剣士などどこにもいません。何を目標に生きていくのですか。まずはしぐれを追い越さねえとな。え、勝ったじゃないですか。刀3本使ってな。だが大太刀一本での勝負じゃまだまだあいつの高みには届いちゃいない。それに世界は広いんだ。化け物みたいに強いやつがどっかにいるかもしれないだろ。どこまでもぶれない人ですね。ゴーマだからな。ねえ、お前はどうするんだ。大魔師として、いえ、一人の人間として人々のために私ができることを続けていくと思います。ですからもしあなたが他のゴーマのように人間を襲うようなことがあれば、私は迷わずあなたと戦います。そうか、だが俺は強いぜ。心配無用です。この戦いで私も自信をつけてもっと強くなりますから。なら、さっきの質問は答えるまでもないな。ええ、行きましょう、勝ちに。おう。カノノシを倒した後もアイゼンには僕が見えるんだよね。ああ、霊的な存在である精霊やゴーマはこれまで通り互いを認識できる。だが人間からはほとんど見えなくなるだろうな。マギルーが言っていたように。寂しいのか。アイゼンは寂しくないの。ベンウィックや海賊団の人たちからも見えなくなっちゃうのに。
見えていようが見えていまいが、あいつらはもう俺が共にいることを知っている。幽霊に戻って連中の冒険をせいぜいスリリングにしてやるさ。見えなかった時は海賊のみんなはアイゼンのことを船に取り付いた幽霊だと思ってたんだよね。ああ、あの頃に戻ったと思えばいい。見えなくなってもあの船と海賊団と一緒にアイゼンは生きていくんだね。それでも必ず別れは訪れる。人間よりもずっと長く生きる俺たちにはそれは避けられないことだ。誰だって別れは辛い。その辛さを味わいたくなければ人間と関わらなければいいだけのことだ。精霊の世界でだけ生きている連中もいる。愚かな人の世の争いを遠なりのように感じながらな。だが俺には限られた時間を必死で生きようとする人間たちの姿が輝いて見える、うん、もちろん精霊にも終わりはある。俺にもな。それがあと500年なのか1000年なのか、それとも明日がその日なのかはわからん。だからこそ目の前の一瞬一瞬を全力であいつらと共に生きたい。その気持ちがベイウィックたちにも伝わってるから、見えてても見えなくても寂しくないんだね。そうだと俺は信じている。僕は迷いがあるならとことん迷えばいい。だが最後は自分で決めろ。誰かのためじゃなく自分のために。探索